アイザック・バシェビス・シンガー、アイザック・バシェビス・シンガー、イザーク・ベッシェベス・シンガー、イディッシュ表記・ーズホク・バシェビス・ジンゲル、あるいはは、ポーランド生まれのアメリカのノーベル賞作家、1902年11月21日、あるいは1904年7月14日から1991年7月24日、イディッシュ作家として初めて、ノーベル文学賞を受賞した。 動物の権利擁護活動家の先駆者としても知られていた。当時ロシア帝国領だったワルシャワ近郊ので生まれる。生まれた時の名前は、イゼクイコールヘルシュジンゲル、アイスク、ハースジンジャー。父は経験派、ハシディズムのラビで、母バトシェバはラビの娘。筆名のバシェビスとはバトシェバの息子という意味である。兄の イディッシュ名イスロエルイエホイシュエ・ジンゲルも巧妙な作家で、弟アイザックに最初の、そして最大の文学的影響を与えた。父はラビであると同時に、ハンジでもあり、ワルシャワの経験派ユダヤ教徒の精神的指導者でもあった。ワルシャワの貧しいユダヤ人街との指定取るで、イディッシュ語に取り巻かれて育ち、1920年、ユダヤ教の神学校に入学したが、 やがて、ビューゴライに戻って、ヘブライ語の教師で孤高をしのいだ。ラビを養成する学校での教育は彼に大きな影響を残したが、それと同時に文学にも惹かれており、文壇に迎え入れられることを熱望するようになった。1923年に、ワルシャワへ移り、2位、イズラエルが編集するリトレリシャブレター氏で、構成者として働きつつ、2位、イズラエルから多大な精神的啓発を受け、 また新時代の息吹を吹き込まれた。あ、1932年、諸女作、オポーランドで上司して、分断デビューを飾る。中世のイディッシュ年代記に擬したスタイルで、17世紀のニセメシアのシャバタイ釣りを取り巻く出来事を描いた小説である。この作品の登場人物は、シンガーの他の作品の登場人物と同様、運命の気まぐれにしばしば翻弄されつつも、固有の情熱や狂気、 偏見、盲衆を失わない。後年の作品、奴隷、1962年でも17世紀を扱っているが、こちらは、ユダヤ人男性と非ユダヤ人女性の愛の物語で、ある。1935年に兄を追って渡米。反ユダヤ主義から逃れる目的もあった。この頃、シンガーは、最初の妻ラヘールと離婚。ラヘルは、息子イスラエルを連れて、モスクワへ。 ついでパレスチナへ移った。シンガーはニューヨークに今日定め、イディッシュ氏、ホルベルツ、全身でジャーナリストとして、またコラムニストとして働き始めた。執筆はほとんどイディッシュ語のみで行い、バルショフスキー、ウォージアウスキー、ワルシャワッコという筆名を使うこともあった。1940年にドイツ移民アルマハイマン、アルマハイマンと再婚。1943年に、 米国の市民権を獲得して正式に米国人となる。今日なお週刊誌として存続しているフォルベルズがミとの縁は生涯にわたって続いた。1940年代にはヨーロッパから多数のアシュケナジムが移民として米国にわたったが、これらの移民の間でシンガーの文明は徐々に勾まり始めた。イディッシュ語の話ではホロコーストでほぼ死に絶えてしまったため、 第二次世界大戦後になると、イディッシュ語は、死んだ言語とみなされがちだったが、シンガーは、イディッシュ語が持つ力を信じ、イディッシュ語を読みたいと熱望する読者が、多数いることを知っていたのである。1979年2月の、死のインタビューでシンガーは次のように語ってる。すなわち、ポーランドのユダヤ人はほぼ死に絶えてしまったが、何かが、魂とも呼ぶことのできる。 何かが宇宙のどこかにまだ漂っている。これは神秘的な感覚だが、真実はこの感覚の中にあるのだと私は感じていると。シンガーの文学が過去の偉大なイリッシュ文学の伝統、例えばショーロム・アレーヘムに多くを追っているとは疑い得ないが、彼の場合はアプローチの手法がはるかに現代的で、かつアメリカ生活の経験からも大きな影響を受けている点に特色がある。 中世のイディッシュ民話から魔術、神秘、伝説などの題材を借りながらも、そこに現代的なアイロニーを盛り込んでいるところに独創性があると言えよう。これらの主題は奇妙なものやグロテスクなものとも関連している。シンガーは18冊の長編小説をしたため、14冊の童話を出し、無数の回想録や随筆や記事を書いたが、 彼の本領は12冊以上に上る短編集にある。英語による最初の短編集は1957年で、表題作は1952年、ソウルベローによって英訳され、市に登場した。フォルベルツに掲載された短編は、後に父の法廷、1966年などの短編集にまとめられた。この短編集には、羽の冠、1973年、 史上通りのスピノザ、1961年、そして実在のイリッシュ俳優をモデルにした、カカの友人、1970年などの名作が収録されている。彼の作品世界は、ゲットーやシテートルで、貧困と迫害の中に生きる東欧のユダヤ人社会に舞台をとり、そこでは、盲信や迷信が素朴な信仰や儀式と混然一体になっている。喜びと苦しみ、 そやと繊細。そこでは、すべてが混沌としている。ヤヒで見たらでけばけばしい原色の世界に、英知や改逆が溶け込んでいるところに魅力があると、言えよう。1952年のソウルベローによる翻訳によって、アメリカの読者から幅広い関心を集めたことを、きっかけに、シンガーの作品は、親類や友人らの助けを得て、相次いで英訳刊行されることになった。 やがて英語で書く作家たちと共に、アメリカユダヤ系作家のアンソロジーにも作品が収録されるようにもなり、シンガーはイディッシュ語作家でありつつも、アメリカの代表的作家としても認めれるようになる。1970年には、全米と書賞の自動書部門で、1974年には、その小説部門で受賞を果たし、評価の点でも、アメリカの第一線の作家らと肩を並べた。 シンガーの最も重要なテーマの一つに、新給料世界の価値観のせめぎ合いという問題がある。これは主にシンガーの一族を描いた連作長編、1950年、1967年、1969年、などに登場するテーマで、時にトーマスマンのブッテンブローク家の人々に例えられることがある。これらの作品では、19世紀から第二次、 世界大戦に至る時代を背景にして、旧家の一族が新しい世代によって分裂し冷落するありさまを描いている。1960年代を通じて、シンガーは個人的な倫理の問題を追求し続けた。特に有名な作品は、敵たちからある愛の物語で映画化もされている。これは、ホロコーストのある生き残りが、 いかに己の欲望や複雑な家族関係と向き合い、信仰を失うかを描いた物語である。もう一つの作品、イエントルはフェミニスト小説で、愛のイエントルの題名で映画化されている、主演はバーブラストライザンド。この小説は映画になったために、後世への文化的影響力を持ち続けている。シンガー自身の宗教との向き合い方は複雑だった。 正統派のユダヤ教に絆を感じつつも自分自身を会議論者かつ個人主義者とみなしていたからである。彼自身の思想は最終的に私的神秘主義と彼が呼ぶものに変遷した。なぜなら神は完全に不価値で永遠に何も語らないので人が想定するどんな特徴でも持っているだろうからだと彼は語。1978年に ノーベル文学賞を受けてからは世界中の文学者の間で不滅の名声を獲得した。むしろイディッシュ作家からの評価よりも非ユダヤ人からの評価の方が高い。しかししばしば性的な話題を取り上げたため、経験なユダヤ教徒からは品縮を買うこともあった。1991年脳卒中のためフロリダ州マイアミで病死した。彼は 動物にとって毎日がトレブリンカだと述べており、亡くなるまでの35年間、熱心な菜食主義者としても知られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。